鉄平の容体は？すでに軍にある全ての邪眼を接収するよう命を下しました。ほとんどの人に生命力の流出が起きていましたが、深刻な状況には至っていません。ですが、ごく一部では。三五宮様、今からこの件で倒れた者の負傷兵営を設置。ただ兵士たちは皆邪眼と知ってもなお使い続けたいと騒いでいるようですが。この件はあなたに任せます。私は一度前線へ向かわなければなりません。このような一大事が起これば軍の心もきっと揺らぐことでしょう。その混乱に乗じて幕府軍が攻めてきてしまえば、今まで何かお考えはありますか？いけません、危険すぎます。鎖国令は未だ続いています。彼らの邪眼はおそらく稲妻で生産されたものでしょう。これほど莫大な人員と資源を動かせるということは、背後に必ず彼らを阻止するためには邪眼を生産している工場を潰すしかありません。しかしそこにはきっと現実。あなたにそのような危険を犯させるわけにはいきません。少なくとも三五宮様、邪眼の接収は急いで行われたため、ファディの目をごまかせていない可能性があります。軍隊の準備でこれ以上時間を費やせば奴らに感づかれ間違い。はい、少し考えさせてください。邪眼を接収する時からこの件についてはすでに考えていました。巨大な工場、見つかりにくい場所、これらの条件に合う場所はそう多くありません。それに兵士たちが邪眼を手に入れた場所から推測するに、工場は八潮里島南西部の海に面した3階にある可能性が高いです。私はあなたを止めません。しかしくれぐれもお気をつけください。私たちは多くの戦友を失ってきました。あなたまで失いたくありません。